もうわかるよね。コンスは太陽神の力を手に入れ、ラーになろうとしているの。でも、それは王座を狙うためではなく、ましてや自身のためでもないの。一人の人間の命を救うため。え、これさ、宮津ちゃん？すげえ。はい、皆さんこんにちは。体調不良で2日ほどお休みをいただいていた達也です。もう3年近くゲーム実況やってるからさ、まあ2日3日収録しないとマジで久しぶりの感覚なのねちょっと緊張してます。皆さんもお待たせして申し訳ございませんでした。で、今日はね、2つクエストをやりたいなと思っているので、まずはこの人ですね。メルキセデクだっけ。来たか、ただの人なり。俺は大天使メルキセデク、お前を待っていたぜ。お前のその腕を見込んで頼みがあるんだ。大天使ミカエル様の解放、これを手伝ってほしいんだ。ね、これちょっと面白そうじゃない。ミカエル様はついの決戦で封印され、今や声もろくに届かぬ状態。封印。アブディエル様も天使長代理の重責を果たしている。果たしているかなゲフンゲフンが劣勢は否めない。だから俺はどんな手を使ってもミカエル様を解放し、ベテルの巻き返しを図りたいんだ。正直に言おう。俺はお前を利用しようと考えている。まあそれぐらいはっきり言ってくれた方がありがたいよね。お前を目の敵にする同胞は多い。それもわかっている。それでもお前の力が必要なのだ。大天使を打ち破るその力がな。どうだ、この俺に協力してくれるか。見返りがないリターンはもうお願い聞いて聞いて聞いてじゃん。え、これはまた難しい感じだな。とりあえず指輪を収めようってことだね。やってくれるのか。ならこれをお前に託そう。エンゼルリング。この指輪にウリエル、ラファエル、ガブリエル、うわ、おなじみ。三大天使と力を注入すれば封印の扉を解放する鍵になる。三大天使はある強大な、悪魔に敗れ、彼らの魔月日は空をさまよっている。それを集め三大天使を復活させるんだ。まあ、そうだよね。それだけじゃないよ。話が早くて助かるぜ。復活したとて大天使たちはバールにより主を入れ替えられている。ほーん、バールの名前が出てきた。ここで大天使も創造主が王座に着く前はバールに仕えていた者、別の地域の神だった者もいる。その元神格を利用した神話の再書き換えが行われてしまったのだ。故に三大天使は協力を拒み襲いかかってくるだろう。なるほど。まあ要は改ざんされてるってことだね。そこでお前に三大天使を倒してもらいたい。うわ、出たー。我らは同胞に刃を向けられないからな。では指輪を持って浅草へ向かおう。俺は先に行って準備をしておく。なるほど。あそこね。よーし、じゃあちょっとまあバトルにならないことはないと思っていたけど行ってきまーす。いたいた。来たな、ただの人なり。足元に小さな箱状の穴がある。これがミヒシロ。ミヒシロね。このカッコの振り仮名はずっと継続して書き続けてほしいミヒシロ、ミヒシロ。ミヒシロにエンゼルリングを収めれば大天使が現れる。準備はいいか。おお、かかってこい。よし、ではエンゼルリングを置いてくれ。さあまずは誰からだ。ミヒツシだよね。あれ、ミヒツシ、あれちょっともう分かんなくなったエンゼルリングを収めた散っていた大天使たちの魔月日が集まってくる。うわー、魔王軍も何体か倒したし、今度は大天使。お、あ、え、3体一気に来んの？神々しいですね。何のセリフもない。うわぁ、なんだ俺、一体一体徐々に倒していくのかなと思ったけど、うわ、74、3体。あ、これ結構難しくない？ちょっと。とりあえず思考の間だね。こういう時には、どうせガブリエルなんよ。ガブリエルがどうせ回復とかしてくるから、まずはガブリエルを徹底的に、うっきり半分削れたやったー。あー、ゲーム楽しい。久しぶりの実況楽しすぎる。アマバリオンはそうだね、効かないよね。マハスクファじゃやっとこう。
あ、ちなみにね、今日からモニターを 4K モニターで収録してるんですよ。まあちょっと出力する際に、動画出力する際にどっちにしろスケール下げて出力してるので、あんまり皆さんの目からは変わらないように見えると思いますけど、僕は死ぬほど映像が綺麗でとても楽しいです。ありがとうございます。久しぶりのイケメン OK で、これもやっとこう。あとちょいやん。ちょ倒せる倒せる。絶対回復魔法使ってくるから。うわちょい残し、回復してくんじゃない。あ、マハマオラッキー。全然いい全然いい。ブロック2人いるし、アギダイン勝ったわもうすでに勝ち確なんじゃないこれ。よっしゃー、ほぼ無傷で1体とりあえず倒したわ。まあ僕の動画ね、ずっと見てる人はお分かりのように、僕が油断した瞬間ピンチに追い詰められる傾向があるのでまだ分からないですけど、とりあえずウリエル、でブフバリオンでいいよ。これ強いよな。754出るんだぜ。バフデバフ大してやってないのに。大してってか、ほぼやってないのに。いや、マスクがじゃ便利だな。避けれるってのは強いよ。さあ、アギダイン。ブロックー。かわいそう。これはかわいそうな戦いになりました。よっしゃ、頑張ってきます。じゃとりあえずかわいそうなんだけど、思考の魔弾で、まあ、絶対、オーバーキルすぎるから、ラファエル。いや、強いって思考のまだ。なんか、こいつら HP 少ないな。普通に攻撃しちゃったけど。よっしゃ、倒した。さあ、あとはラファエル1体だね。まあ、これも、このターンでも倒せ。OK、倒した。よかった。大して強くなくて。全員分のうつせみゲット。でかっ。よくやってくれたぜ。問題なく三大天使の力が指輪に収まった。これでミカエル様を解放できる。あ、忘れてた。これ絶対ミカエル様とも戦うでしょ。こうしちゃいられないな。封印の扉へ急がねば。これもただの人なりのおかげだぜ。ありがとうな。おう、ミヒツシに指輪を収めよ。怪しい。大天使族のゴフゲット。いやー、やっぱゲーム楽しいな。次のターンまで味方全体に火ダメージを大幅に軽減する効果。あんまいらない。あ、全員解禁。それはでかい。で、次の場所はどこなの。なんか次の場所ここだぜぐらいさ言ってから行ってほしい。あれん。これどっかにクエスト発生してるでしょ。クエスト、ちょっと待ってね。なんかさ、まあどこにも発生してないんだけど、ただね、ほら、ここのさ、エジプト前線支部にクエストが発生してるの。これコンスのやつの続きじゃないかな。ちょっと行ってきます。イシスに発生してるよ。もしかしてあなたなら。そうね、あなたになら全てを話すわ。だから、うわ、出た。コンスを止めて。コンスは以前あなたから有翼日輪の紋章を奪ったでしょ。そして厳重に保管するはずだったホルスの首も持ち出してしまった。もうわかるよね。コンスは太陽神の力を手に入れラーになろうとしているの。でもそれは王座を狙うためではなく、ましてや自身のためでもないの。一人の人間の命を救うため。え、これさ、ミヤズちゃん。すげえ。熱田ミヤズの命、そのためだけに。いやー、コメントで教えてもらって僕も思い出したんですけど、確かにミヤズちゃんのサブクエのところでね、他の男性とか誰かがコンスって名前出してたんですよ。俺すっかり忘れててさ。うわー、ここに繋がるんだ。何を質問しますか。おう、ミヤズの命が危ないのかと聞く。コンスが自身の魂を発見した時、その幼い少女は不治の病に侵されてたの。何の気まぐれか魂の転送を待とうとせず、
ポンスは自らの任す日を与え、結果彼女は生きながらえた。待たなかったんだ。なんでだろう。前さ、ゼウスと戦った時さ、もう自分のね、魂を持つ人間は死んでいたみたいなこと言ってて、でもまたね、数百年待てばいいって言っててさ、そんなよく待てるなと思ったけど、待たなかったんだ。でも、それも限界。限界？彼女が間月日を受け付けなくなれば、あとは死を待つのみ。そうならないよう、コンスは彼女を生かす方法を模索したのよ。なんで？なんでそこまでしてくれんの？命を救って問題あるのかと聞く。コンスがたどり着いた結論は、彼女を神に変容させ、永劫の命を与えること。彼女にとって本当にそれが幸せなのか。命を救う一心で、コンスにはそれが見えていないの。はあ、そう。ね、何？なんでそんなミヤズちゃんを救おうとするの？察しの通り、彼女はコンスの魂、ついの存在なの。けれども、彼女の体は大量のマガズヒで満たされており、人間としてギリギリの状態。ここで一体化し、ナホビノとなれば、コンスに吸収され、ミヤズという自我を失ってしまう。ミヤズという存在を愛する者として、それは受け入れがたいもの。愛してるの？それゆえコンスは、ナホビノとなることを諦め、王座争いから退いた。コンスめっちゃいいやつじゃん、あいつ。どういうこと？ここに来てコンスの評価爆上げなんだけど。これは親族の中でも私だけが知る事実。最初は人間に執着するコンスに首を掲げつつも協力しました。でも、そばで彼女のひたむきさを見るうちに、私にも少しだけ魅力が伝わってきたわ。だからこそ、彼女が悲しむような結末にはさせたくない。今の話を聞いて、コンスを止めるべきとお考えなら、私に協力して。ラーの継承、かっこよ。ならば彼女がいる妖精の集落へと急ぎましょう。私も向かいます。いや、そこの場所はよく存じてるよ。うわ、やっべー、テンション上がる。大丈夫？あいつに聞かれてないアヌビスに。どうする？消す？悪魔的発想なんよ。いた。ちょ、バレないようにこっそり近づこうぜ。ちょ、何話してんだろう？気になるな。なんか、ときめくような内容かな。いや、でも距離感あるな。この間通っていくか。コンスと戦うかもしれない。オッケー。まあ、でしょうね。戦うでしょうね。あなたが私に力を与えてくれたこと、なんとなく分かっていた。ありがとう。でももういいの。何を言っているんだ、ミヤズ。君はまだ生まれてたったの17年だ。そうだね。神様から見たら、本当にめちゃくちゃあっという間なんだろうね、17年なんて。あの神が与えたもうた、不平等な運命を超え、これからも僕と一緒に生きていこう。でも、それはできない。私知っているの、あなたが。何？ただの人なりか。いろいろと尽力してくれて感謝するよ。お礼だ。僕の真意、君には伝えておこう。ミヤズも聞いてほしい。僕はね、考えたんだ。ミヤズがミヤズのままで長く生きられる方法を。答えは簡単だった。ミヤズが僕らと同じ神になってしまえば、とこしえの幸せが約束される。でもね、人間が神になるのは、死後信仰を集め、神格化される過程が必要。それだと間に合わないし意味がない。だから僕は古き手法を駆使し解決したんだ。太陽神の力がそれを可能にしたんだ。ミヤズ、君も僕と同じ神となろう。そうだよ、お前。彼女の気持ちも考えろ。ミヤズちゃんの気持ちは俺のものなんだよ。こじれる。ややこしい第三者現れた。わかっているさ。ミヤズは、人間を捨てるのに、戸惑いが躊躇があるだけ。だが、この世界の人間は不当な運命を強いられるものばかり。奴らが与えた運命などクソくらえさ。神になれば解放される。運命からも人間からも。コンスの手に、うおー、あ、この二つね、ハヤブサの首と有翼日輪の紋章が出現した。この紋章は別名ホルスの目。今こそホルスにお返ししましょう。確かにこのホルスのサブクエの時に、一度ね、倒してしまってもう一回生き返らせるみたいなこと言ってたもんね。そしてラー、ホルワクティの名において、我に神聖なる王権を授けたまえ。お？お？ん？お？うん。かっ、かっこ、かっこよくは、なんかお魚みたい。
まあでも確かにね、ごめんね、パズドラの話で申し訳ないけど、パズドラのラーも仮面かぶってるもんな。なんかそういう元ネタなんだろうね。春闘神の仮面でいいのかな。ついに僕はラーとなった。でもまだこれからさ、今度こそ邪魔はさせないよ。戦うんだ。魚じゃねえな、これよく見たらホルスだわ。仲間を呼んだ。おい、アルビス。アーギダイン。え、強くない？あれ ?403? あれ、ちょっと待って。冷静になろうぜ、一旦。冷静にレベル。78! いや、勝てなくないでしょ、78なんて。とりあえず、周りの奴らから倒していく。ザンカー。とりあえず、マハスクカじゃやっておいて。発想飛び。とりあえずアヌビスから倒していきたいな。あ、ちょっと待って。うちの子があっという間にやられてしまう。よし、オッケー。これはちょっと歯応えのあるバトルになる。メギドラゴン、いきなり初手から。避けてくれてありがとう。マハ楽んだ。防御力下げてくる。ジーボダイ、そのコンビネーション、回復。ありがとう。いや、楽しいわ。めちゃくちゃ歯応えがあるバトルですよ、こういうのが。もう一回マハスクカジャー。マハスクカジャーでゴリ押し。アソートビー。とりあえず、アヌビスのこういった、あ、しまった、回復してない。あ、やばい、タオちゃんがやられる。タオちゃん、オッケー、避けた。もう一回、ハマオも避けて、ハマオなんとか避けて、頼むわ。まあ、いいでしょう。マハスクカジャーをやってくる。逆に、マハスクガチャ合戦。これで倒せるでしょ。よっしゃー。メディラマやっておいて、発想飛びで、トートは、あ、ムドか。アリス出すか。チェンジの、フィンマックールに変えてアリス。かわいい。そして、ムドが弱いので、このバロールの目っていうやつね、使用してもなくならないっていう。いいよ。ハーマン、ブロック。いや、これ勝てるわ。うん。全然余裕ですね、これぐらいだったら。いってきます。よっしゃ、倒した。さあ、あとは、一体、ポンスだけ。アギタイン。何それ、メセクテッドの旅路。何をやったろう。こういうのがいっちゃん困る。え、あ、でもなんか反撃とか、反撃じゃない、反射とかじゃなさそうだな。ま、かてえなこいつ。うん、何、あ、反、うん、何これ、ここに来て初めての状態。暗黒 MP が減少してしまう。回復不能なの。おー。か、闇が体を、もう、あ、10MP ぐらい、どうってことないよ。いいよ。あ、しまった。これ、ダリーだ。毎回これとされるのダリーだ。一旦、マハタルカじゃやっておいて、アリスに変えたけど、ブフが弱点っぽいので、あ、ナホビホいっとくか。いいよ。銃とかはマジでどうってことないよ、これぐらい。で、ポンスラーは磨いた。あ、マガツヒ？ん？ヘリオポリスの暁。何それ？熱そう。はぁ？ちょっと待って。今ちょっと何？1600ダメージとかいたぞ、今。なんだ今の？ちょっと待って。聞いてない。ちょ、どうしようかな。落ち着け。まあ、ブフ系だったら、フィンマックール入れとくか。うん。いや、ちょっと、あれはずるいよね。あの対策に、もっかい連発してくる可能性も全然あるから、飛翔石使っておいて、ブフバリオンからの後陣螺旋丹。あー、気持ちいい。デカジャ、うん。
いいよ、クリティカル。ハンマーバリーを、あ、吸収されんのか。吸収だるいな。吸収はだるい。降臨の特大はない。よしよし。仲間を呼んだ。おい、またさっきのやつらじゃねえか。ちょ、それずるいって。一度倒したのに。ガード。あ、また一旦攻撃すればよかった。まあ、いいや。で、マハンマウォン、ブロックブロック。マハスクンダジオダイヤ、オッケー、耐えた。よし、こんな感じでちょっと頑張って倒していきます。よーし、このターンで倒したい。なんか、ビリビリしてんな。お面のあたりが。いやーなんか、いろいろね、やってくるんだけど、純粋な火力がそこまで高くないので、普通に一発で倒せそう!やったー!はぁ。これでコース作れるようになったりすんの?ちょっと宮津ちゃん結局どうなるんだろう?気になる。コンス、やはりただの人なりにはかなわなかったか。でもいいさ、これで目的は貫通する。ん、あ、イシス、コンスと戦ったのね。気にしないで、元よりコンスの狙いもそれ、彼を止めるのはこれからよ。ん、歴代の王たちがそうであったように、ファラオは太陽神と一体化し神となる。全王の死がその引き金。コンスラーの名において命ずる。そこなる者、熱田宮津に、神聖なる王権と、ラーの未明を与えん。え?眩しい。さあ、僕にとどめを刺すがいい。そうすれば宮津の命が助かるぞ。コンスを死なせてはダメ。彼女を神。いえ、悪魔にしていいの?死に付す人間を救いたくはないのかい?何もしないならそれでもいい。うわ。これは、自我でいいのかな?するまでさ。どうしますか?ちょっと待って、ちょっと待って。何これ、何これ。え、とどめを刺す?コンスを飛べる?何もしない?何もしないはダメでしょ?だって自分で知るって言ってるんだから。なんかこれ、正解は沈黙じゃないよ。ハンターハンターじゃないよ、これ。とどめ刺すなんてお前、誰よりも悪魔だな。これは止めるでしょ?え、でもそしたら宮津さん死んじゃうの?え、本当に?え、でも本人は嫌でしょ?え?ちょっとどうしよう。とどめを刺すは、でも何もしないってのはちょっと怪しいな。いや、でもこれ、普通にね、自害するよね。止めよう。お、宮津がコンスに声をかけた。私、このままでいい。だからコンス、私の前から消えないで。お願い。知っていたんだね。王の譲渡には死が必要なこと。はい。少し前、妖精の集落でイシスさんに聞きました。あ、そういえばイシス集落にいたな。ええ、差し出がましい真似をしたわ。でもコンス、思い出して。あなたは宮津のどこに惹かれたの?どこ?命短い人間が、それでもひたむきに生きようとし、限りある時間をどう過ごすか、その姿を見たからでしょ?思い出して。そうだったね。僕も死を前にして、そこに気づけたのかもしれないのに。ごめんなさい、コンス。でもありがとう。私、最後の時まで、あなたのいる世界で生きていたい。分かったよ、宮津。君という人間の命を全うするまで、共に生きていこう。ならば、急ぎ傷を癒しましょう。私はコンスを連れ、楽園 R へ行くわ。宮津ちゃん、少しの間だけ我慢してね。悔しいが、君にたくさんの借りを作ってしまった。僕の力が必要なら、合体で呼んでくれ。少しだけなら、力を貸すよ。やったー!え、ちょっと、え、コンスめっちゃ好きになったんだけど。イケメンパーティーのスタメンでしょ、これ。これもみんなあなたのおかげ。本当にありがとう。ただの人なり。わー、ラーの継承クエストをクリアした。ミーツ結晶第2個。レベル89。メルキセデク、ルフバリオン、コンスの合体解禁、ラー、あ、こっちの方が強そう。ちょっと、
うん。体調の心配はしないでください。忘れてた。まだまだ全然平気ですから。え、これ何、死ぬ宮津ちゃん、もしかして。え、とどめ刺してたら本当に宮津ちゃん死ななかったの？え、何、え、そういう分岐とかある？あ、ありそう、このゲーム。そうだ先輩、聞いてください。うん。私、看護師を目指します。素敵。自分も世界もどうなるかわからないのにおかしいですよね。でも目標ができてとても嬉しいんです。いい子すぎない？宮津ちゃん、応援したい。あのハイピクシーがいる。人間との恋なんてロマンチックね。遥か昔、妖精と人間は愛し合うこともできたのよ。これも何かのね、女神転生シリーズの話なのかな。いやー面白かったわ。じゃあいる、これコンスだね。あ、ちょっと何も見れない。ちょっと待ってね。ということで、コンスが作れるようになりました。イシス、アヌビスが素材なのはすごくわかるけど、ここはトートとかじゃないの？チェルノブグなんだね。あ、マッカ足りねえや。マッカ足りないけど、中身は見れるね。63か。魔力、あ、でも、力もまあまあ高いな。で、これが、これは、くず紙解体でいいのかな、わかんない。アクティブにいる間、自分以外の味方品指示、自身以外の味方品指示、全生存者の補助状態を瀕死者と同じにする。ちょっと、日本語で OK。ちょっと待って。アクティブにいるときね、自身以外の味方が死にそうなときに、全生存者の補助状態を瀕死者と同じにする。あー。うん。誰かが死にそうなときに、でもその死にそうなやつがめちゃくちゃバフとかかけられていたら同じような補助状態になるってこと？あ、そういう、ちょっとなんか使いづらいな。カルナック。うん。うん。まあ、ハンマーも物理耐性、ランダマイザーか。まあ、そんなに強くはないね、正直。うん。で、この辺は全然ウリエルとかガブリエルとかラファエルだから、ラーのこっちの方がまだ強いんじゃないかな、78だし。ちょっとコンス作らないと中身見れないんだけど、ごめんね、お金がなくて。で、今日もう一つやりたいクエストが、まあ、これなんですけど、皆さん覚えていますか、この親子。あと一人ちっちゃい、なんか親父がいてさ、こいつがなんか親父のこと騙してどうのこうのしようとしてたやつで、このマップの、こっち側にもクエストあるんですけど、こっちが親父の方なんですね。だってまずは、息子の方からやりたいなと思います。あ、そうだ、阿南氏だ。おやおや、これはいつぞやのお兄さん。うん、こっち見ろ。人の目を見て喋れ。こんなところで会うとは奇遇ですね。かくいう私はいつも通りの親子喧嘩です。と言っても今回のはちょっと桁違いですよ。まあ、いつもしょぼいからな、桁がちょっと変わったところで。なんせアシャンティの秘宝、黄金の椅子を盗んだんですから。お前が？アナンシャティの民の魂と神々をつなぐこの品があれば、私の目的は成就したのも同然。あなたにならばお話ししましょう。私の本来の目的、それは単なるベテル入りにとどまらない、ベテルアフリカ支部の創設。アフリカ？今もう始皇帝目指しているのに、今更支部を設立するとかだいぶ遅れてんな。アフリカの大地は度重なる侵略、摂取、そして信仰の危機にさらされてきました。私にはアフリカの民と信仰をこの先も続かせていく義務がある。そのためにアフリカの神々は他の支部と友好関係を築かねばならない。強力なリーダーのもとにね。親父殿の承諾が得られないのなら、私が親父殿を超えるまで。黄金の椅子に宿る魂は奪ったことで、私は魂を奪ったことで、私はいよいよその高めに達した。ここで親父殿にうっかり椅子を取り返されてはたまらない。しかしこの椅子に宿る魂を我が物とするにはまだ幾分時間がかかりそうなのです。ベテルに加わるまで私は椅子の力を温存しておく必要がある。あわや物語は行き詰まりと思われたところにあなたが現れた。あなたは間違いなくオニャンコポン。そうだ、そんな名前だった。オニャンコポンを倒すために現れたトリックスター。
このとトリックスターって言ったな。この東京はあなたにとって故郷なのでしょう。きっと経験したに違いない故郷が踏み荒らされる屈辱を、それでもなお内輪で足を引っ張る愚か者への憤りを、私とあなたならば手を取り合うこともできるはずだ。おお、弱きを助け強きをくじく番狂わせ、あなたは見込んだ通りのお方のようだ。親父殿、おにゃんこぽんは淡路町なっているはずです。急ぎ向かっていただきたい。ああ、これあれか、どっちにつくみたいなことなんじゃないの。どうしよっかな。あいつ人の目見て話さないからな人の目見て話さないやつ嫌いなんだよな。ちょっととりあえず淡路町行ってくるわ。うん、いたいた。これ実際にプレイした人しかわかんないけど、なんかね、複雑なんだよこいつらがいるところさ行くのがね、遠いんだよね。おお、ただの人なり殿、久しぶりじゃの。うんにゃ、お主、あのバカ息子と契約を交わしておるな。あやつめ、口だけはよく回るからの。よいよい、お主のことは責めぬわよ、責めぬよ。その代わりにどうじゃ、わしの言い分を聞いていかんかの。うん。あ、ちょっと話は聞いておきたいな。やほほ、さすがじゃの。老人の話に耳を傾ける若者は出世するぞい。アナウンシは前々から自分が人に忘れられることに強い危機感を抱いておった。ベトルに加われば、アシャンティの神話を守れると思っておるのじゃな。あやつは人に忘れられたら、己は死んでしまうと考えておる。しかし、わしは人の心に、生み、うくる、のみ、生きくるのみが神のあり方だとは思わぬ。人がわしらを忘れれば、神も精霊も生まれたところに帰るだけよ。そして風となり水となり、この宇宙に漂い続ける。あやつは物語にしがみつくあまり、そんな本来の姿を見失ったのじゃ。どうかあの椅子が悪用されうちに早くやつから取り返しておくれ。黄金の椅子を奪還せよ。どうしよう正直な、やっぱり人の目見て話さないやつにろくなやついないからあ、わかんない。そういうのがね、普通に苦手な方もいらっしゃるからね。うん。けど絶対あいつはね、わざと見てないから。うん。あの話は銀座にある百貨店の後にリードじゃ。おう。よし、任せてくれ。取り戻してやるよ。来たぜ。おにゃんこぽんの依頼を果たす。オッケー、行こう。これはこれは、味の真似をしますな。親父殿を裏切ると見せて、やはり私を裏切りますか。やはり。面白い。実に面白い物語だ。こっち見ろ。これは喜劇か悲劇か。あなたの死で悲劇として差し上げましょう。強いのかな？なんか、めちゃくちゃ弱そうだけど。強いのかな ?49! まあそうだよね。結構序盤からこのクエスト発生してたから仕方ないよな。放置してた俺が悪い。普通に戦うけどさ、アリス入れておいて、ちっちゃ、かわいい。さあ、どんな攻撃してくる？アタック、マガツヒ。うん、なんかいつもマガツヒスキルの時ね、ガードするけど、なんか受けてやろうかな逆にこういうことしてるから負けるんだよね、俺ね。こういう油断を、しまった、あれ全然ちゃんと見てなかった。アギ弱点だったわ。アギバリオン。もうアリスダメじゃん、この時点で。チェンジ無駄。なんて無駄な動き。来い。お、あとちょいじゃん。本当にあとちょい。マカジャマオン。それだけごめんね。あ、思考のまだ使えないのか、状態上だから。普通にアタックだけやっていこう。なんか、無駄に使ってみたけど。じゃあ、さよなら、なし。やったー。おうおう、
ブチ切れてんじゃん。クサ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 ガー。なぜだ、椅子に集まった魂の力をもっとすればこんな雑魚、雑魚ナホビノに向かって、それは魂たちがお前に力を貸すのを拒んだためじゃ。うん、ジージー、その魂たちはアシャンティの神々を信仰するがゆえ我らに力をもたらす。お前が神にふさわしくない行いをすれば魂は力を貸さぬのの貸さぬが道理よ。私の物語がアフリカの夢。あ、え、倒しちゃったそこまでするつもりはなかったんだけど。バカモンが、神にもまたできることとできないことがある。民がわしらを望まぬならば神話が消えゆくのもまた定めなのじゃ。年寄りのつまらぬ話を聞かせてしまったの。ほれ、おだちんちゃよ。ありがとう、じいちゃん。生命の霊。これぐらい終盤になってくるとあんまり嬉しくないな。さて、椅子も無事に戻ってきたし、わしも元気ピンピンじゃ。しかしこれでめでたしというわけにはいかんの。阿南氏の犯行も詰まるところはわしが期待に応えられなかったゆえ、わしもこの世界を見て回り、見聞を広めるべきであったと気づいたのじゃ。ただの人なり殿、お主への恩義に報いるためにわしはお主に同道するぞい。ああ、そういうこと？どうも強いのかな。どっちもいけるんだ。よし、ちょっと見てみるか。あ、いたいた。50と49。ちゃんと親父殿の方がちょっと強いのね。円満隠居。ユニークスキルがね、毎回面白いんだよな。チェンジ値、交代先の仲間が現場の場合、自身にかかっている全効果を交代先に付与する。はあ、なるほどね。これはちょっと面白いかもな。キングオブテイル。味方、敵から狙われやすくし、攻撃力を最大まで。あ、これ結構。バフとして強くない？狙われやすくしたところでね、まあなんだろう、防御力とか上げておくとかね。え、いいじゃん、いいじゃん。でバカ息子は知恵の解放。うん、弱いな。4の次5だろ。そういうことじゃないね。多分死の次かな。ブフダイマカジャマを。あー、うん、まあ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 、はい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 。ということで、いや、やっぱ久しぶりのゲーム実況楽しいな。なんかさ、まあ僕 Mac の PC で OBS つないで実況してるんですけど、 Mac の OS をさ、最新にアップロードしたらさ、今までのやつで収録ができなくなっちゃって、結構ガチめに焦ったんですよ。やっべ、どうしようと思って、え、俺終わりってみて、新しいパソコン買うまで俺もうゲーム実況者として引退なのとか思ったんですけど、OBS もね、ちょっと古かったので新しいのをインストールし直したところ普通に戻りました。よかった。ということで、これからも実況を続けていくので皆さんよろしくお願いします。じゃあ次回はね、どうしようかな。ちょっとね、2つやりたいことが実はまだあるんですよ。早くストーリー進めようって思ってる人めちゃくちゃいると思うんだけど、1つがちょっと待ってね、クエストのこれですね、ヒトシュラと9人の魔人を最後までね、ヒトシュラのところまで行きたいなっていうのと、あと一つが、これコメント欄で教えていただいたんですけど、あの東京記事のところに研究者がいっぱいいるじゃないですか。で、あそこで受注できるクエストって、なんかメガテン5の無印の時には DLC で買うことができた、あのコンテンツらしいんですよ。なのでそれもちょっとやってから、一気にラストをストーリーまで終わらせたいなと思っているので、もう少々お付き合いください。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。